どうも高井です。非正規雇用、人件費を抑えて社畜を量産、なぜ9割の企業は赤字なのかについて話したいんですけど、今の労働者を奴隷というシステムがあった時代と比べてみると、やっぱり非正規雇用奴隷、正社員を人間としてね思ってしまうところがあったりするんですよね。で、非正規雇用の人たちでは、もし都会にしか仕事がなくてそこに行った場合ですよ、アパートの家賃、あと食事代、光熱費で、それを払ったがいいけど手元にあまり残らないっていう状況でですよ、本にお金をかけようっていう人たちどれくらいいるのか。だいたい日本の1割未満が読書人口なんですよ。なのにその非正規雇用の人たちにものすごい負担がかかっている中で、ストレスもすごいかかっている中でですよ、その人たちが自己投資にお金かけるかっていったらそうじゃないじゃないですか。だから結局のところ、その人たちの這い上がる力を奪ってるなっていう意味でも、やっぱり古典をね読むべきかなと思うんで、チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。